そうか、ラーメンね、ラーメン美味しいですよね。あ、お好きですか、ラーメン。私も大好きです、ラーメン。あ、そうですか。なんでそんな細いんですか。いやいやいや、細くないですよ。だから、食べる時と食べない時の、はい、あの、毎日体重計乗るんですよ。あ、はいはい。で、自分を戒めないと、自分に優しくなるタイプなので、そうすると気がつくと、まあ、体重2、3キロは移動するので。なるほど。だからちょっと今締めて、急に増えたら急に落ちるじゃないですか。はい。で、蓄積されちゃうと落ちないじゃないですか。ええ。で、私は思っているので。なるほど。じゃあもう常日頃からもずっとダイエットされてる。イメージ的にはこう、節制されてる。そうですね。ある程度の、だから上限はいかないように、本当にストイックに、うちにいるときは。だから本当、飲んだときは食いたいからね。食べたいから。だから家で普段はすごいストイックになるって。じゃあその、もう、20代の時からもずっとそんな感じで。ね。